皆様どうも、こんにちは。気ままに V ゴルフライフのダイです。スイングの際、下半身にはどのような意識を持ってスイングしていますか人間の筋肉の中で最も多いそれは下半身の筋肉です。それをうまく使えば、非力な人でも力強い球を打つことができるようになります。 状態の力が強く飛距離があまり出ない方は今から言う3つのポイントについて意識して練習してみてください薄い当たりが減り強い安定した球を打てるようになると思いますぜひ最後までご覧くださいそれではポイントの1つ目アドレスについてです 骨盤を正しくアドレスしなければ下半身のパワーをクラブに伝えることはできませんアドレスする際このようになっている方はいませんか骨盤は後ろに倒れたまま腰から上だけを曲げて前傾を作っていませんかこれはなぜいけないかと言いますと お腹周りの体幹の筋肉、腸腰筋や内転筋といった筋肉がありますが、その筋肉が緩んでしまっているため、せっかく地面や下半身から来たパワーを、上体からクラブに伝えることができず、そこで途切れてしまいます。アドレスの時点では、体幹の筋肉に 多少の緊張感を持たせ筋肉のつながり連動性を保った状態を作らなければなりませんではどうすればいいかと言いますとこのように背筋を伸ばした状態を作り股関節から状態を前傾していきますそして脇をしっかり締めてアドレスしますそうすることで背中や 内ももに針を作り足踏みをするだけでヘッドの先が動くぐらいの感覚になることが大事ですここでもう一つ大事なポイントがあります始めたての方などに多いですが膝を大きく曲げすぎてはいけません膝を曲げすぎてしまうとそこで伝導性が 切れてしまいまいす感覚で言うと少し曲げるぐらいがいいですこのアドレスができるだけでとても美しいアドレスになりますそして手打ちから脱却しボディーターンスイングをするための準備がここで整います何気なくやるアドレスですがこれを知っているとアドレスの時点で他者と 大ききな差をつけることができます次にポイントの2つ目ダウンスイングに入り始めた瞬間から右の骨盤は左の骨盤よりも低くなっていきます分かりやすくベルトで話をするとバックスイングでは右の方が高くなっていますがダウンスイング以降は 左のベルトが高くなっていきます。これをやるためのコツですが、左足の踏み込みがポイントになります。バックスイングが終わるか終わらないかのタイミングで、右足をトンと突くと、そこで踏ん張りを感じ、壁ができます。 状態が突っ込むことなくそれがもしこのように右サイドが高い状態のままダウンスイングをしてしまうと右肩が前に出て状態も前に突っ込みダフリやスライスシャンク 球の高さが上がらないなどさまざまなミスが出てしまいますダウンスイング以降は左のお尻を高くするよく左の股関節を切り上げるなんていう言い方をしますがそれをやることで下半身の壁ができインサイドからボールを捕まえることができるようになります それでは最後にポイントの3つ目左足を踏み込んで腰を回す時に右のお尻を突き出し後ろにある椅子に腰掛けるような感覚で回していきます本当に椅子があるわけではありませんがこのようにそこに椅子があるかのように お尻を少し落とすような感じで腰掛けるように回していきます。こうすることで何がいいかと言いますとボールにパワーを伝えるために右の腰は低く押し込んでいくのがいいですそれをやるためにこの腰掛ける動きは必ず必要になってきます この動きをすることで前傾角度を崩さないといった効果もあります右の腰を低く押し込んでいく時の足の裏のアクションは内側の方をこのように押し込んで少し外側が浮くようなこういうアクションができるといいですとは言っても 股関節が硬い人などは腰を回そうとすると右の足を蹴ってかかとを浮かせて腰を回してしまいますこれをやってしまうと前傾角度が崩れ出玉がばらついてしまいます体の硬い方は特に椅子に腰掛けるアクションを してもらうとスムーズに股関節を回しやすくなります是非試してみてください最後にもう一つ股関節をスムーズに回せるようになると左の足膝でその回転を受け止めるため体が硬い方などは左膝を痛めやすくなったりします 僕も体が硬く左膝を痛めやすいのでよくわかりますなのでその対処法として僕は左の足を少し開いてアドレスするようにしています過去の PGA の名選手ベン・ホーガンも左のつま先を開くようにアドレスをしていました体が回りづらい硬い方は ぜひ試してみてみください皆様いかがでしたか今回のポイントを押さえてもらうことでスムーズな下半身の動きを得ることができると思います弾を捕まえるのに大事な要素なので練習場で是非試してみてくださいでは次回の動画でお会いしましょうさようなら